シーズン6も始まったスリーザハードウェアだけど、シーズン5はまだまだやめへんで、てかどっちも見てくれよな。ハイハットチャンネルは登録者1万人を超えました。今後も面白い DTM 動画をお届けしていきますのでお楽しみに。 DJ 島村さんによってベイビーに仕上がってきた楽曲が渡されたその先とは、私ケースもいろんな人のスタジオを渡り歩いて、なんか風合いが出てきました。永遠に終わらない DTM 界のサグラダファミリア、スリーザハードウェア、今回もスタートです。スリーザハードウェアはサイコロで出た目の金額で買った中古機材のみで音楽を作る新感覚音楽制作バラエティのはずですが、今シーズンはルールが変わってどうなっちゃうの？統計も信じられないこの時代、可愛い曲には旅をさせよ的な我らの DTM 参加始まります。撮れてる？撮れてるよね。撮れてるでしょ。はい。これを止めないで最後までそのままで大丈夫です、このカメラではですね、あなたの制作中の表情が見られるととっても嬉しいです、またこのカメラのマイクでですね、音声も収録しているため、制作はお手持ちのスピーカーで行うようにしてください。もしヘッドホンで作業する場合はですね、 PC 内部の音の収録をお願いします。注文多いな。そして今この画角では、私の PC の画面映ってません。これ録画 してんすよね。そうだよね。ちょっとあの再生しないので、ちょっと一回整理させてください。あのこれなんだこの地味な作業。これもしスタートしてたらこれで30分いくよね。30分はいかないよね。これで10分はいくよね。これね、急いでもね。何この地味な作業。まだある？まだあるね。行きます。スタートです。こんにちは。リモコンっていう名前でやってます。他にもいろんな本名だったり、あと横田紹介とか Y&Co とかキャスタリアとかいろんな名前でやらせてもらってますけど、今回はリモコンとして参加するようです。島村くんから何でしょう、恐怖の誘いが来たようで、ちょっとそんなことはいいねすいませんね。もうあのここまで来るのに結構手間取って、ちょっと再生してみますね。あれこれ2ミックスが3本並んでない？でもこれデータにはブレイクビーツとかキックとか書いてあるけど、これ書き出し失敗してんじゃないのこれね。なんか割れてんなと思ったら、そういうこと？いや待って、これ2ミックスかこれ。ちょっと待って、これキックがないじゃんってことは、キックって書いてあるデータが2ミックスっぽいんですよこれ。お、そうきた？あるよねこういうリミックスオファー来て、あの素材がなくて2ミックスしかないんです的なやつあるよね。昔よくあったよ、90年代とか。これ BPM 確か150だったよね。島村くんの動画見て確か150だったよね。ちょっと待って、いきなり難題じゃん。これキックないよ。キックないとか単体がないんだね。ちょっと待って、ってことはちょっと待って、本当に2ミックスから作るしかないのかこれ。これを生かすとしたら、それかこっちでもうキック入れるのか。そうすると、あでもグジョン君のフォルダーからキック持ってくればいいのか。けどなかなか読み込んでくれない。あ、来た来た、ちょっと待って、ちょっと元と一緒かこれ。
ちょっと待てよ。あ、そういうことか。これはだいぶハンデですね。俺これデータ整理してる間に終わっちゃうんじゃないの。あと27分。そっか、あとブレイクビーツとオープンハイハット、これを足せばパラになってるはず。読み込みが遅い。ハットの位置がまあいいか、別に元のあれしなくても。ちょっと待って、ブレイクビーツはこれどう、そうか再構築、ちょっと待って、もういいや。島村くんごめん、島村くんが作ったのが再現できてないと思うと。けど仕方ない。絶対違うなこれ。なんか島村くんの動画見たけど違う。ここでなんか一小節開けたら何やってもいいとか言ってたけど開いてないもんねこれね。ちょっと待って、そうか、島村くんが手加えてるからそりゃそうなのか。あれどこだっけ、ハンデじゃないですかこれ。黙っちゃった。まあ2ミックスいじるの嫌いじゃないからそれでもいいけどな。あと20分しかないね。とりあえずなんだ、アシッドでも入れとくか。用意しといてよかった。ローランド T8 でございますけど、これミディ同期してないね。そっから設定もめんどくさいっていうか時間ないよね。ちょっと待って、これで動くはずなんだけど動かない。ちょっと待って、なんか作りためたパターンがね、いろいろあるんですよ。これでいいか。微妙にキー合ってない、微妙に合ってない感じもするけど、とりあえず同期してる暇もないから、もうこれ同期せずに撮ってからオーディオで合わせるよ。予想外の展開ですねこれは。ちょっと待って、なんとなくでとりあえず撮っちゃおうか。画面消えた、画面消えた、
なんだよ。もう一回もう一回撮るよ。はい。あちゃ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 。いくよ。とりあえずこんなもんでしょう。まああと波形上でもう合わせるしかないですよ。最近のハードウェア優秀だから結構合う、もう合ってるね。完全に同期させなくても ほぼこんぐらいの長さだったら合ってますよ。あとはどの部分を使うかだよな。ああ、ずらした方がいいな。そうか、もう次渡す人にもう任しちゃえばいいんだ、展開は。ツーミックスからやるのとか久々だな、なんか。リバーしゃべる暇ないじゃん。もっとしゃべりたいのに手癖でやっていくしかないよこれ。わあと10分もないじゃん。でこのあとドゥーンっていきたいんだけどね。さらにコピー、ドゥーンっていきたいんだよね。ローファイローファイ、軽くて懐かしいプラグインばっか使ってます。じゃあこれじゃない。あ、でもこれでいいか。ここでバーンでしょ。ドゥーン、あの EDM によくあるドゥーンってなった後、この前の島村くんじゃないけどドゥーンってなった後、もう何やっても OK、 ジャンル変わっても OK みたいなやつ。これでいいか。バーン、バーンが欲しい。もっと派手なバーンが欲しいけど、本当はなんか合わなそうだな。いいで、合わせ技だ、合わせ技でいこう。トラック作ってる暇もったいないからごめん、これ消していい？
ディレイか。まさか2ミックスから作る羽目になるとは思ってなかったぜって何度も言っててごめんね。もう次の人に任せる感じになっちゃうねこれ。このデーンがかっこ悪いな。これいらない？この方がまだなんかありな気がするな。この後にさ、なんか昔のあの遅い寺田さんだっけ、あたりの寺田さん、どれなんか遅いのあったよね。あと3分。最初に戻るか。これいっとこう。これ消さして。まだいける、まだいける。なるほど、そこが小説頭のね。ちょっと BPM テンポマップめちゃくちゃだけどさ、ごめんなさいね。あと2分あるからいけるいける。もう分かんないけど、その辺のテンポはもう雑に投げちゃっていいっすか。音量バランス的にはこんなもんでしょう。ちょっと待って。そう、結局上の方のトラックをパラを使わないで2ミックスでいろいろやっちゃってました。こっからこれ一回落ちて、テンポも落ちて、これをまたちょっとテンポアップしてフィルターハウスっぽくしたいとか思ってたんだけど、まさかの展開でしたね。はい、時間切れ終了。次の人ごめんなさい。はい、はい、もうしたくないです、追加の作業は。大丈夫です。次のアーティストにどのようなデータで渡したいかという形でお渡しいただければ大丈夫です。今日の日付、アーティスト名を書いたフォルダを作成してそこにデータを入れるようにしてください。データを書き出し終わったらこの SSD ですね、うん、ありがとうございました。これもね、止めていいの？戻すように。次もう一回島村くんに戻すとかなしですか？これはでずっとやり取りするというパターンとかダメなんですかね？これでも次誰だろうな。なんか全然違うジャンルとか、あの系統の人に渡すのが面白いかなと個人的には思うし、まあ島村くんに戻すのもありなのかなとも思うし、あとなんだろう、若い、別にフックアップとかそんな上から
な気持ちじゃなく、フックアップとかじゃなく、あのでもそれでもやっぱ若いクリエイターをなんか紹介するとか言ったらおこがましいですけどね、あの若い子に渡してみたりとかもしたいんですけど、なんせまさかの、まあ愚痴ってもしょうがないですけどね、キックかと思ったら2ミックスだったみたいのがまさかでしたけども、まあそれも含めてのこのシリーズなんじゃないでしょうか。とりあえず2ミックスをいじったのと303、ここにさ本物の303あるんだけど、本当はそれ入れたいんだけど、33分しかないとさ、せめて303分あれば本物使ったんだけど、今日はこのローランドのね、こいつ本当はね、これランダムでパターン作れるんで、なんかランダムでいいやつ出たらそれにとか思ったんだけど、ちょっと時間なかったっすね。はい、っていう感じで、すいません、お粗末様でした。リモコンでした。ちょっと悔しいなこのパターンは。またやりたいと思います。またまたこれ2回回ってくるとかあんのかな。ないかちゃんと撮れてんのこれ。でも画面収録一応したんだけどな。あ、え、これも録画止めていいんだっけ。ありがとうございました。